ました。記者検索 YouTube チャンネル、対談ショッキング、9月の28日、森谷 GT グランプリ、そして、鳥出で行います彩り麺か、イベントに出演してくれるやつの対談のやつ。ということで、早速ゲストの方をね、もう呼び込みたいと思います。社会の窓、そして高崎ヘラクライス、リュウジ、どうぞ。はい、はい、ありがとうございます。前回同じことやってね、少しなんですよ。はい、はい、ここで合ってます。これね、iPhone ってすごく性能が良くて、ピッとお前に行くんだよ。岸田さん、でそうですね、岸田さん、美容師ですね。いやいや、だから昭和の驚き、それは違うだろう。もうちょっとさ、言ったじゃん。いや、今のじゃないっすか。そうじゃない、ああいうのでそれは、はい、こうなっちゃってるな、はい、そうじゃなくて、どうも、ビッこっちじゃないね。これだってよく見てたけど、その当時ここまで担ぐ、ここまで上がってなかったですね、確かに。これ今回、これ初めてですよね。空気今全然つかめてない。いやいやいや、ほんとに最悪の空気のやつ。そう、難しいですよね。前回出たんで、彼がね。はい、ごめんなさい。改めて、お二組いただきました。ありがとうございます。まあ、もう改めてじゃないですけれども、9月の28日、まあ、僕たちでスリーマンでやりますけれども、彩り麺か、これは茨城県の取手で行う、イベントになりますけれども、鳥で噛むのやめてくんないですか。え、今噛んさっきのな、タイトルのね、なんかもうちょっとね、確かにそこは厳しい。そこはちゃんとスムーズに進まないもんすか。いや、普通にそこはね、できるよ。僕らも大事なね、出演してからもう第二の故郷として鳥で歯を取って、ちょっと大事にしたいんで、ちょっとそこだけは。そんな、鳥で、あ、鳥で、何、イニシャルトークみたいな。ね、もう何度か僕もそうだし、まあ、シャマドもそうだし、ヘラ君も砦では何度かね、もう結構やってます、やらせていただいてますね、うん、まあ、そんな、3組で、ダンデライオンさんで9月の28日昼の前かありますけれども、はい、これだから結構もう僕たちも何回目かじゃないですか。そうですね、うん、あれなんで彩り麺かっていうんですか。まあ、彩りの鳥が砦の鳥にしたっていうことと、あとはまあ、要するになんか結構ジャンルがね、いろいろな、まあ、今回3組ですけども、今までボリューム1、ボリューム2と結構いろいろなこうジャンル弾き語りの方もいれば、あのダンスやったりとかする方もいたら、いろんないたらじゃないですか、なんで彩り鮮やかな意味で、まあ、あとはやっぱり砦をこう盛り上げていこうみたいな風に自分はちょっと思いもあるんで、鳥で彩っていこうっていう。なるほど、まあ、あれ結構素敵な、いや結構あるんですよ、意味が。理由なんです、町中華のお店の名前。原作さんってタイトル結構なんかちゃんと凝ってますよ、ね、凝りますよ、やっぱり意味を持たしたいんでね。そうそうそう、最初なんて読んでいいか分かんなかったんですよ。最面下だと思って、僕も最面下だと思ってからそう思った。彩り麺かな、まあ、そういうアホがいるかなと思って英語で彩り麺かって思って解説したりね。僕はいいですけどね、ヘラさんアホじゃない。これいいんですよ。そういう中でやってて、で、なんかこう、ね、砦の、住まわれてる方にも、ぜひなんか、僕参加してほしいなって思うんです。まだなかなかこのイベントで、ほら、もう我々をね、応援してくださったファンの方は、まあ、ここまで来てくださって、はい、来る方多いんですけども、はい、まあ砦の方がなかなかね、そうですね、とっつきにくいのかもしれないですね。なんか街にライブハウスが1個しかないじゃないですか。そうなん、ダンデライオンさん今回やる。だからなんかそのまだ音楽のシーン自体がこう、うん、まあなんて言うんでしょう、確立されてない。そう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 、なんで、うん、ちょっととっつきで、僕ちょっと思うんですけど、これもう言っちゃったもん勝ちで言っちゃおうかなと思うんですけど、出た、はい、なんかじゃあそのダンデライオンのね、僕たち東京から行きますけれども、盛り上げるために一回もうフリー、無料フリーのストリートライブみたいなのを3組で砦駅前でやるとかどうですか。ああ、全然やりたい。あらかじめちょっと今こう言っちゃったけど、全然もしね、これ見てくれて
あのちょっとさ、ほら、まあ、取り合う方が普通にこう28日のライブイベントは、まあ、チケットで有料じゃないですか、はい、まあ、それでもね、初めて参加しますよっていう人は1500円で参加できるんですが、まあ、お金かかってしまうものなので、まずちょっとなんていうの、ね、どういうものか分かんないですからね。そうそう、どういう払うで違う、あの行ってみようにも、うん、どういう人だか分からないじゃないですか。はいはいはい、はい、あのシャワーさんとね、うん、たくさんはたくさん行ってるかもしれないですけど、いえいえ、そういうちょっと見てるかって、うん、結構やっぱりね、ライブハウスとか音楽ライブイベントに馴染みがない人で、僕ももともと音楽っ子じゃないんで、はい、ライブハウスとかってちょっとね、怖いイメージあったもん。やっぱり全く知らないから、音がダーってでっかくて、なんかいろいろわーって盛り上がってる人がいて、なんか怪我しないかなとか。そうですよね、うん、確かに健作さん田舎者だし、誰がいないか、東京生まれ東京育ち、新宿とかも詳しくなさそう。いやいや、多分育った町だと思う。そこに6年通ったんだよ、はい、でもその砦の駅前っていうのはいいと思います。なんか町的に、まあ、僕らも何回かしか行ってないですけど、うん、割とファミリーもいるし、うん、こう高校生たちとかも、うんうんうん、こういる街なんじゃないかな、はいはい、いるだろう、お前。いや、当たり前のビス街って感じじゃないじゃないですか。そうだ、なんかそのあれですね、ビス街だったので、結構駅前にもね、広場みたいなのあったりしますの、ゆっくり溜めて当たり前のこと言ったら高校生とかいるじゃないですか、はい、いるだろう、どこにも。そうですね、そうそうそう、まあ決まり、いやでもよく言いたいことは分かる、はい、うん、だからまあなんかこう音楽とかエンターテインメントに、まあ、馴染めるような方々もいらっしゃると思うから、それやりたいですね。でこれもし放送ね、各ファンの方々とか見ていただけてたら、例えばね、なんか周りの方とかにも声かけていただいて、砦の方とかもし知り合いがいたら、はい、ちょっとでもなんかこうなんか広げていきたくないですか。今ポッと出ちゃったんです。いや、いいと思います。セントリートっていうのは、うん、まあ、ちゃんとね、あの許可はね、取りますけれども、うんうん、やっぱライブハウスだとこう見たい人しか来ない。まあそう、閉鎖的でもあるし、街でね、オープンな環境だとまた違うじゃないですか、はい、その人が人を呼ぶような空間だったりするんで、うんうん、ね、あ、ちょっと待って、はい、お地蔵さんじゃないよねあれ喋ってませんでした。喋りまくるから。いや、どう思います？素晴らしいと思います。一回その前で砦で行って、うん、駅前見たじゃないですか、健作さん。見ましたね。なんかね、いい広場あるんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう。どっち側？どっち側？あれは、ダンデライオンの逆の側に、あの、なんかデッキがあって、上に。はい、あります、あります。上に。西口。うん、そうそうそう。あそことかでやったら。時計台があるところですか。そうそうそう。だしあれっすよね、最悪そっち口だったら工事してるでっかい広場、ああ、なんか開発中だっつってたもん。あそこ、あそう、下がそうだったんですね。勝手に、うん、申請出しますよ許可で、まだ土、まだ土だったから、うん、勝手に一旦固めちゃってな、高さ作って、つく時間がかかるやつね、ステージにしちゃって、工事現場の方もね、うん、そしたら仲良くなって、ね、じゃあライステージにしちゃおうかってなっちゃうかもしれない。まあ、あそこ図書館になるらしいんですけど、20円ぐらいしか価値のね、会話まだ来ない20もあったら大したね。まあまあ確かに30円と普通に来るから、いや、本当に10円だ、20円出せいや、今ごめんなさい、もう全然打ち合わせもしないで今、はい、パッて言った。ああ、びっくりしました。いやいや、皆さんが良ければ、けど全然いいと思います、はい、あと日程揃えて、うん、あの行けるなら、あ、そうですね、ね、まあ、ちょっとフライヤーなんかも持ってさ、あのね、一緒に、まあ、だって今後も再面会じゃないで、誘導で面会は続いていくわけですよ、ね、やりたいですよね。だったら多分やってた方がいいですよ、ね、いや、水面下みたいな、水面下、水蓮下みたいなそっちで言ってほしかったらさ、自分のイベント水面下です、おもてなってやりたい、いつまでできればおもてなって言ってはい、でもせっかく僕たちも、まあ、都内が主ですけど、はい、こう茨城県まで行ってで、小砦まで行ってやるわけですから、やっぱりこう馴染んでほしいし、ね、砦の方に少しでもこう顔を知ってほしいなっていう思いもあるじゃないですか、うんうん、なのでね、あ、じゃあちょっと各 SNS でお知らせしましょうよ。それ日にち、日にちとか決めなきゃいけないですけど、今の今28は難しそうですよね、無理やろ。まあそうだね、だからまた次回の、次回になるか、あんまり時間ないのか、もう最速だと、うん、あとだから今週なのか来週の平日とかぐらいなのかぐらいしかもうないはないですね。俺もう19から23までが熊本に行っちゃってて、言い出しとかしたのにさ、結構ずらっと言ってるじゃないですか。まあまあまあ、じゃあ、そしたら俺ズームで参加するわ。いやいやいや、ストリートに俺ら何でストリート持ってくるんですか意味わかんない
カメラ映像なんですあ、なるほど、そういうことですか。その彩りの演歌がない日とかでもやってってことですか。そうです。あ、そうです。あ、なるほど。そういうことか。だから本当に要は取り出ればストリートやろうって話してね、これらは分かってもらおう、ね、イベント前だったらそのイベントの紹介もできるしって話ですね。そう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 、これなんか言った方がいいですよね、カメラの前で。そうそう、でその日の夜にみんなでいろいろこう飲み屋回ってよろしくお願いします。あ、そういうことですね。流しやりに、はいはいはい、こういうギターの位置高めでね、はい、3年目の浮気ぐらいって思う。その32年でした。あ、さかちの下りは来ましたね。はい、はい、よかった。2年発数切ってほしいぐらいです、うん、ちょっと話せないんで、はい、いやちょっとそんなもん企てつつで、この日は、まあ、実はね、もう一個大きなあれじゃないですけども、まあ、隣の市になります守谷市というところで、はい、守谷 GT グランプリという、もうこれすごいらしいですよ。日本で初めて公道が、要するにそういう、なんていうんだっけ、GT、はい、公道で GT で、サーキット場じゃないんですか。じゃなくて、公道でやるっていうのが初なのかな、なんか聞いた話。へー、すごくこうサーキットとかそういった GT 業界の方々もすごく注目するサーキットになっていて、で、これパッと見さ、男の人が、車が好きな男の方とか年配の方とかが、まあ、まあ年配の方だけじゃないけど、割と男の人が、ね、車好きってあるじゃん、はい、まあ、いやこれが実は例えば車が好きなのって子供も好きだから。ああ、うん、そうだ、確かに。なんでお子様を連れたお母様であったりとか、まあ、とにかくいろんな方が来場して、はい、まあなんかもう何千、もうむしろ1万円くらいの来場者を目指しているようなすごいイベントらしいです。あー、今通ってきましたね。すいません、すいません、これはごめんなさい、5円ぐらいの感じですね、本当に、はい、何もなかったです今のからのまあでも多分、ちょっと、ちょっと、逆走してるな。ごめんな、ごめんな、話してる。多分逆走してるな、じゃあそいつ、今来たやつ。何歳考えたふーんいろんな方法からたくさん見ちゃう、見てよ。あっち見送って、こっち見た時のリアクションが、翼あの、あっち見て、カメラあっちだよ。あれだよ。それは、なんでこれ。あ、できるようになったな。今のできるようになったな、じゃねえんだよ。全然勉強してないじゃん。いやいや、すいません、今使ったわ、よかった。見切り発車です、いや、したら、その、うーんのやつは、はい、音多分編集もできるから、頑張んなくても多分大丈夫だよ。それに、ピオ、うーんのくだり、もう弱いよ。あ、もうだから、全部ここで。じゃあその GT のイベントに、はい、まあ、一応ちょっと記者計画として僕は出演させていただくんですけれども、はい、当日ね、まあ、彩り面花があるので、はい、あのヘラ君と、島戸にもなんか自分のステージの中でゲストとして呼んで、なんかね、あの3組でできないかなっていったところ OK が出たので、ありがとうございます。3組でちょっとな、何やりますよね。ね、でもやっぱり一般の方々だから、はい、なんかカバー曲やります。いいです、全然いいです。ヘラ君なんかある GT だからね、それをテーマにしてカバー。難しくない、車関係とか。車関係、車関係の曲でさ、車関係の曲、ドライバーズハイ。ああ、確かにラルクアンシエルさん、ラルクアンシエルさん、ね、確かにドライバーズハイね、いいですよね。いいね、いい、シャマドなんかある。あれで、あれとかいいんじゃないですか、そのあのゲットワイルドとか、あとシェイクとか、そこら辺が一番いいんじゃないかなとか、盛り上がるし。お前、トークあんまり上手くない。何がですか。いや、そうなんだよ、はいはい、ゲットワイルドとシェイクをやろうって、はい、この撮影前からなってるんだけど、はいはい、そこにたどり着くまでのプロセスを楽しむと書いてトークだよ。あ、そうなんですか。いや、なんか今パッと浮かんだのを今言っただけ。まあ、不器用か。かわいい。向いてねえな。かわいいわ。かわいい、おかしい。それ決まってるんだけど。このヘラ君がドライバーズハイとかどうですかって、ヘラ君がすげえ辛いじゃねえか。そうなんですよ。ね、ここ今どっちだろうって思って、いやいい、考えてました。じゃあ正解なのよ、ヘラ君。いや確かに、僕も確かにどっちなんだろうとは思いました。僕はじゃ あ, あのトトロの散歩。ああ遅いんだよ。スピードがね、スピードが全然違うと思う。スピードが遅いって、ボケが遅いんだよ。ボケの方が遅いんだよ。ああ、どういうことってんだから。まあね、でドライバーさんもね、いいなと思ったんですが、はいはい、ちょっと今回はね、まあ、国民的アイドルとかもスマップさんだったりするので、はい、スマップの、
ぱシェイクも結構激しい曲だし、はい、だ GT だからやっぱ疾走感あるカバー曲にはしたいもんね。なんか合うっちゃ合いますよね、うん、合う。ああいう GT のイベントみたいなのに、うん、みんな明るくて、うんうん、ゲットワールドはもうまさにね、アスファルト、アスファルトのタイヤを切りつけながら暗闇走り抜けるですから、はいはいはい、でもこれに関してはもう僕らアスファルト、タイヤを切りつけながらで、そこだけを抜粋して歌いません。これはよくないですよね。この間ね、検索配信もさせていただいた時にコラボでね、検索さんのお酒の席でのちょっと悪ノリがちょっとないこれ、3、4分やりました。何タイヤを切りつけた。要するにそれだけは、じゃあ、これヘラ君、これ日をまたいで2回目なんですか。配信で言っちゃった。じゃあヘラ君、その最初のアスファルト台を切りつけながら、はい、ってとこ歌って。ワン、ツー、スリー。アスファルトのタイヤを切りつけながら、アスファルトのタイヤ切りつける、アスファルトのタイヤを切りつけながら、アスファルトのタイヤ切りつける、アスファルトじゃなくて、違う、危ない。アスファルトじゃないですか。違う、違う、もうここまでにして、それちょっとワイルドすぎるわ。ワイルドすぎるわ。2人でワンコーラスやってるから、はい、もうここで終わり。タイヤないですよ。そうなんです、すりすぎて、もう大丈夫なんです、はい、みじん切りみたいになっちゃってるじゃないですか。これがね、僕が実験した結果、結構最後までいけるっていう。メロディーはちゃんと変わるんですね。ちょっとサビまでいくんですね。いけるんですよ。いやちょっとそれで、うん、でも、うん、もう俺はもうぶちゃぶっ込むよ。カバー曲をね、はいはい、4人でやって、まあパートの割り振りして、はいはい、まあバーってやるんでしょ。それ普通ですよね、はいはい、俺はやっぱりそんなすごいイベントだから、やっぱりこっちもある程度準備していきたい。お、まあゲットワールドはあれかもしれない、シェイクとかもあれなんですけども、皆さんってダンスってやられたことあります？いや、まあ、かじる程度全然ないです。全然ない。まあ、もう元々ビジャケバンドマンですよ。バンドマンの方バンドは踊らないんですよ。シャマドもダンスボーカルユニットでもない。ないですけど、はい、まあよろめくぐらい、よろめく本当にちょびっと、体調悪いだけちょっとよろめくぐらい、試食口内ぐらいは通ってます。なるほど、ちょっと動いてるイメージある。そうですね、足よろめく。で、翔太くん多分ダンスって、はい、じゃあパッと踊ってって言ったら、はい、ある程度踊れるんですよ。スバカンドンまで3、ヌヌ、エジェジェ、グー。あ、そんな遅いですか。もっと全部早いよ。そんな遅い。しかもお前今よろめいてじゃあでも僕ら界隈こういうやつやろうか。あの僕ら界隈だと翼くんのダンスは本当にすごい。あ、そうなんですか。すごい、はい、今ちょっと見る感じ、子供がただこねてただけだった。あれダンスなんだ。はい、そうですか。いや、あまりだから馴染みないと思うんですが、はいはい、ダンスやりましょう、4人で。まあそうですね、はい、バチッとダンスいきましょう、うん、ダンスと歌、はい、うん、そうですね。シャヘラケンで、シャヘラケン、シャヘラケン、シャヘラケン。違うとこ取れなかったですか今。僕らが一発目でいいんですか逆に。シャヘラケン、シャヘラケン。だから、いや逆に言ったら、こう普段応援してくださってる方、はい、この日、踊るヘラクライスが見える。おー、踊るシャマードが見れる。まあ、僕らはちょっと普段踊っちゃってるんで、僕らちょっと踊らされてるみたいなのがありますからね。見慣れてるかも。世間にな、世間に、世間の渦に、世間の渦に。シャマード、はい、今220円。あ、来てた。ちょっと上がってきてた。交通費ぐらいは。ジャンプとか買えるぐらい。あ、しかもこれ朗報なんですが、はい、現場に来ないと見れないわけではなくて、この日GT のイベントに関してね、はい、GT の方は一応、僕らの出番の時だけ配信OKも出ましたので、お、まあ、ちょっとね有料にはなっちゃいますけども、遠方の方もそんなもの珍しい、うん、4人の姿が見れると思いますので、ぜひご覧いただけたらなと思います。まあ、9月、28日は、だいたい僕たちその日の GT のイベントの出演時間がだいたい13時から13時半ぐらい、ね、お昼過ぎぐらいですね。まあイベント自体はね、楽しんでいただきたいので、全然早くからお越しいただいて、いや僕らも、ね、最初行ったことないから、どんなもんか、いや行きたいよね。僕らライブ中、ライブ中レースしてるんですかね、目の前で。いや、そうじゃない、だとしたら上がるよ。うわー、すごいですね。けど、I am the history ではそんな踊りじゃないでしょ。うん、本当に小室哲哉さんに謝ってほしいです。すごい楽しいよ、絶対上がる。まあ、だすごいっす、ね、やっぱ我々も男じゃないですか。多分上がるってやっぱでしょ、みんなも見たら、まあね、当日
ですね、そういう事故とかのないことを願います。いやもちろんそうです、ね、それはね、うん、だ日中はそちらの方のイベントに行って、そのまま、移動して隣町、取手市に移動して、うん、夕方からは、彩り麺が、スリーマンライブのイベントを行います、はい、そしてそれにね伴ってプロモーションでもしかしたら取手でストリートをやるかもしれないので、それはまた、おのおのの SNS で発表したいと思いますので、ぜひ毎日チェックしてください。それではちょっと最後に見どころをそれぞれのシャマド的にはどういうシャマドを見て、ありがとうございました。すいません、すいません、もう僕ダンスですよ。あれ、でも完璧にやっていこうと思ってますよ。すごい。これはでもそうね、ヘラ君、僕は今までもずっとご一緒してるけど、踊るヘラクライスは見たことないんで、もうね、それカブトドシってやつやって、普通にちょろっとやるぐらいだったらいいですけど、あれでしょ、その GT のプレッシャーの中でです、失敗できないんですよ、めちゃくちゃプレッシャーなんですけど、しかもこれ、実はヘラ君が一番ハードル高いの知ってた、やっぱりシャマドってこうキャラクターみたいな、はい、もう普通に確立したかっこいいキャラじゃないですか、はい、ダンスは、まあ、ゼロからじゃないですか。はい、シャマドより下手だったら結構カッコつかない。よし、どうやらなんだよ、下がる。シャマドはだってちょっと踊れなくても、あ、シャマドはもうそれがキャラなのあるけど、はい、確かにね、ヘラ様、ヘラ様がそうか。いや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 、ちょっと苦笑いみたいな感じになりたくないじゃないですか。頑張りましょう、あーみたいな。はい、でもまあ俺たち4人ならやれるやってことですかね。時間的にも気にしてますね。380円の落ちを見ていただいたら、はい、だからグランプリ取れるよりね、頑張りたいなと思う。まいこと言わなきゃいけないの。ありがとうございます。というわけで、9月28日お待ちしてますので、待ってます。ぜひ、チェックしてください。以上、またね。ありがとうございました。君に出会え